第24節地震の原因、プレート境界型地震。前の説では、プレートの内部で起こる、プレート内地震について学びました。この説では、別のタイプの地震について学びます。問1で復習をし、続いて問2をやってください。 二枚の下敷きをセットして力を加えると、下の下敷きは曲がりしばらくして反発して上に跳ね上がり、ビニールテープも剥がれてしまいますね。地球の表面を覆う厚さ約 100km の岩盤をプレートといい、 大陸地域にあるプレートを大陸プレート、海洋地域にあるプレートを海洋プレートというのでした。そして、それぞれのプレートは、1年間に数センチメートルくらいの速さで、決まった方向に動いています。日本列島の下では、太平洋の方から動いてきた、 海洋プレートが大陸プレートの下に潜り込みます。問いさんをやってください。太陽プレートが海洋プレートに引きずり込まれ、歪みがたまっていきます。物体に外力、外からの力を加えた時に現れる 形や体積の変化を歪みと言いましたね。問い音をやってください。歪みは次第に大きくなり、プレートが歪みに耐えられなくなると反発し、大きな地震を起こします。前の説で学んだプレート内地震は、 プレートの内部で起こる地震でした。この説で学んだ地震は、プレート境界型地震と言います。プレートの境界で起こる地震なので、プレート境界型地震ですね。問い5、問い6をやってください。これでこの説の説明を終わります。